竹下一也です。14歳の中学3年生です。静岡県に住んでいます。空手を習っています。僕は友達と公園でサッカーをしたり、家で海外サッカーを観戦したりするのが好きです。僕は身長が178センチあるので、その身長を生かしてコンテストを頑張ります。応援よろしくお願いします。皆さん、はじめまして、橋本雅樹です。年齢は22歳です。身長は176センチです。皆さんに感動と笑顔を届けられるような表現者になりたいと思っているので、もしよかったら応援よろしくお願いします。頑張ります。お前、チョコになっちゃえ。どうも、魔人ブーモノマネでおなじみ村上真央です。よろしくお願いします。小中高大と野球部に所属しており、ピッチャーをやっておりました。そんな僕の特技はルービックキューブです。6面を1分ほどで揃えることができます。184センチという高身長を生かし、モデルとして活躍していきたいと思っております。応援よろしくお願いします。東京都出身19歳の宮城健太です。趣味はバスケと筋トレとアニメ鑑賞です。僕の一番の武器はこの声質だと思っています。人という字は、僕は人を笑顔にすることが大好きなので、少しでも皆様を笑顔にできるように頑張っていきたいと思っています。応援よろしくお願いいたします。石山純生です。高校3年生の17歳です。特技はサッカーで、趣味は映画を見ることです。グランプリ取れるように頑張ります。どうもこんにちは。第35回ジュノンスーパーボーイコンテストにエントリーしました本田リオンです。大学3年生で、今青山学院大学に通っていまして、今年新成人で20歳になりました。特技は特にないですけど、音楽作ったり服を作ったり、いろんなことをやってます。35回ジュノンボーイコンテスト、どうか応援よろしくお願いします。バイバイ。佐藤和也です。15歳高校1年生、身長180センチ、東京に住んでいます。特技はスポーツ全般で、特に水泳、野球、陸上の短距離です。休みの日は地元の友達と野球やサッカーをして遊んでいます。高校に入りラグビー部に入ったので、ラグビーができるモデルになれたらと思います。グランプリを取りたいので、皆さん応援よろしくお願いいたします。こんにちは。35回ジュノンスーパーボーイコンテストに挑戦しています、一ノ瀬大輝です。東京都出身、東京都在住です。2001年5月31日生まれの21歳です。チャームポイントは、この涙袋や可愛らしい幼い顔だと思っています。好きなことはサッカーをすることです。ベスト150に進出することができました。すべて応援してくださった皆さんのおかげです。引き続きグランプリ取れるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。21歳大阪出身、山村平と申します。身長が177センチの脅威が100センチ超えです。そして肩幅も結構広いんですけど、8メーター95センチあります。嘘です。ですね、長所が歌唱力です。歌を歌うことが好きなので、歌唱力に自信があります。そして筋トレをしているので、ベンチプレス115キロ上がります。はい。で、歌や演技とマルチに活躍できるような役者になりたく、そしてアンナンの表紙を飾れるような色気のある俳優さんになりたいです。グランプリ絶対に取るので、応援よろしくお願いします。大沢潤です。16歳の高校2年生です。港区に住んでます。身長は171センチあります。好きなことは歌を歌うことと、ギターをと弾くことです。須田将暉さんのような、カメレオン俳優と呼ばれる、歌を歌ったりできるような、役者さんになりたいと思っています。絶対にグランプリを取りたいので、応援よろしくお願いいたします。こんにちは。神奈川県出身、大学1年生、加藤龍吾です。夢は仮面ライダー俳優になることです。長年憧れてきた夢なので、絶対に叶えたいです。今回のジュノンスーパーボーイコンテストで、ジュノンボーイになりたいので、
皆様、これからも応援よろしくお願いします。絶対、ジュノンボーイになるぞ！おお！こんにちは！この度、ベスト150に選んでいただきました、下村美空です。鹿児島県生まれ、神奈川県在住の高校3年生、17歳です。好きなことは音楽をすることと絵を描くことで、特技はアコースティックギターで弾き語りをすることです。自分をここまで押し上げてくださった方々のためにも、全力で精一杯頑張っていきたいと思っています。応援していただけると嬉しいです。よろしくお願いします。静岡県出身、22歳、河合上映です。僕は多趣味で、その中の一つが筋トレです。その筋トレを生かし、東京予選のパフォーマンスではフライパン曲げに初挑戦し、見事成功させてきました。そして、いつも応援してくれてる方々、本当にありがとうございます。これから先、応援していてよかったなと思われるような人間であれるよう頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。そして、このコンテストの目標は最年長グランプリです。はじめまして、第35回ジュノンに挑戦しています、大崎司です。19歳です。はじめましての方も、今までショールーム等で応援してくださっていた方も、改めましてよろしくお願いします。これからグランプリを目指して頑張っていくわけですけども、ファイナルのステージに立ったらやりたいパフォーマンスは決まっていてですね、ピアノを弾こうと思っています。まだ弾く曲は秘密ですけども、僕がピアノを弾いている姿を見たい、将来活躍している姿を見たいっていう方はね、グランプリの景色皆さんに見せるように頑張りますので、最後まで応援よろしくお願いします。はじめまして、17歳高校3年生の渡辺幸也です。埼玉県に住んでいます。私の強みは継続力です。部活では自分が目標にしていた結果にはなりませんでしたが、最後まで諦めることなくやり遂げることができたので、今ではそれが自信になっています。この経験を生かせるように、演技で誰も負けない、皆様から愛してもらえるような俳優になれるように頑張りますので、応援よろしくお願いいたします。ウルデコークです。13歳中学2年生、身長180センチ、福岡県に住んでいます。特技はバスケットボールです。グランプリ目指して頑張ります。皆さん応援よろしくお願いします。田代優希、15歳高校1年生、長崎県に住んでます。特技は人前で話すこと、モノマネダンスをすることです。最近は逃走中のナレーターさんのモノマネをするのにハマってます。僕は将来皆さんを幸せに、そして笑顔を届けられる俳優になります。ぜひ応援よろしくお願いします。果たして最後まで勝ち抜くことはできるのだろうか。宮里希龍、15歳、高校1年生です。沖縄県に住んでいます。趣味はドラムで、特技はバク転です。休みの日はゲームをして過ごす日が多いですが、時々海にも泳ぎに行ったりします。グランプリ取りたいので皆さん応援よろしくお願いします。松井夏樹です。年齢は16歳、高校2年生です。部活はバレーボールをしています。趣味はギターを弾くことです。夢はグランプリを勝ち取って芸能事務所に入ることです。皆さん応援よろしくお願いします。犬丸空人です。高校2年生17歳です。福岡県久留米市に住んでいます。特技はダンスとアクロバットです。趣味はストリート系のファッションが好きなので、スニーカーや靴をコレクションするのが好きです。絶対グランプリ取る件応援してください。高瀬隆起です。18歳、定時制に通っているので高校4年生です。大分県に住んでます。趣味はゲームをしたり歌を歌ったり音楽を聴いたりすることが好きです。こういう経験はしたことがないのでなかなかうまくいかないと思うんですけど、頑張っていきたいと思います。応援よろしくお願いします。岩切圭介です。
鹿児島県在住の13歳で中学2年生です。ラグビーをしています。ポジションは足が速いのでバックスです。 NBA も見ているのでバスケも好きです。鹿児島県にもイケメンがいるということをこのコンテストでアピールしたいと思います。川野泰次郎です。15歳の中学3年生、福岡県に住んでいます。僕は上手に歌うことができないけど、歌うことは大好きです。歌をいっぱい勉強して少しでも上手くなれたらなと思っています。菅田将暉さんのような芝居をしたり、歌を歌ったり、バラエティに出たり、ラジオをやったり、何でも挑戦する俳優になりたいです。絶対にファイナリストまで行ってグランプリを取るので、皆さん応援よろしくお願いします。はじめまして、広島県出身19歳丹谷善です。趣味は音楽を聴くこととゲームをすることで、洋楽と電子音楽を主に聴いています。好きなアーティストはマネスキンです。今後も勝ち残っていけるよう頑張っていきますので、応援のほどよろしくお願いします。おはようございます、こんにちは、こんばんは。福岡県の高校2年生、16歳の小林亮です。部活はバレー部に所属しています。好きな食べ物は母さんが作るハンバーグです。 お弁当屋さんを開けるレベルで美味しいと思います。皆さん応援よろしくお願いします。中学3年生、14歳、福岡県出身の高野幸也です。僕は人が笑顔になる姿が大好きなので、学校の盛り上げ隊長をしています。ダンスや歌でこのコンテストを盛り上げていきたいです。応援よろしくお願いします。はじめまして、シャータイン春樹と申します。年齢は19歳、職業はフリーター、宮崎県に住んでいます。公式テニスの経験が長く、現在はテニスのコーチをしながら、日々筋トレで体を鍛えています。ジュノンスーパーボーイコンテストでグランプリを取り、人の心を動かせるモデルや俳優になります。どうぞ皆さん、応援よろしくお願いします。中本風雅、16歳、高校2年生です。福岡県に住んでいます。特技は水泳と口笛です。今回ジュノンボーイに応募した理由は2つあって、1つ目の理由は服が好きなので雑誌モデルにチャレンジしたいです。もう1つ目の理由は見ている人を笑顔にできるような俳優さんになりたいからです。グランプリを取りたいので、ぜひ応援よろしくお願いします。影山真宏です。大学4年生の21歳で島根県出身です。特技はバスケットボールで、小学4年生から高校3年生まで約9年間やっていました。絶対に有名になって多くの方に影響を与えられる存在になりたいです。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、福岡県出身の高校3年生、17歳の藤本和樹です。私は身長が186センチあるので、この身長を自分の武器として役者、モデル、アーティストなど様々なことに挑戦したいと思っています。今回この35回ジュノンスーパーボーイコンテストで自分が絶対にグランプリを取るので、皆さんの応援よろしくお願いします。